お疲れ様です。8月23日午後2時のコインゲッコでございます。今回はね、11万倍に一気に達したクリプト AI ロボについてご案内したいと思います。ランキング342位なんで、ほとんどの方がノーマークだったんじゃないかなと思いますけども、ご覧のように11万6917%で急騰したのが今日です。えー、10時間ほど前ですね。 で、これを1週間で見てみるとこんな感じで今までどんな方もね気に留めなかったようなずーっとゼロ更新の暗号通貨でございました1ヶ月で見てみてもほらこんな感じでおへそがちょっとあるぐらいですよ今20円を超えてますけどもずーっと0円同然だったわけですよさらに期間を長くしてマックスしてみるとこれ上場直後に大きく30円ほどの値段がついてそこからね やっとこさ値段がまた回復したというところになると思います1年ぐらいの前に生まれたコインだったみたいなんで1年間ずっと耐えていた方はこの度日の目を見たかなというところですねで暗号通貨マーケット全体もなんとなく値段が戻りつつあるかなみたいに思わせるような価格でございますでこのクリプト AI ロボはどこで買えばいいのかってことですけども P2B っていうところですかね レイディアムクレームとかレイディアムっていうところで買えるそうですまあ私は詳しくは知りませんけどもねそんなところがあったのかっていうところですでこの暗号通貨自身あまり知られてなくってねあのインフルエンサーさんとか YouTuber がもしね煽るんだったらこういうのを煽っていかないとねこういう本当に11万倍とかっていうのを一話にしてキュートするようなコインはノーマークで上がりもしないコインにね 今なら上がるとかね、今のうちだとかね、で拡散して、なんか、あれでしょ、紹介報酬とかばらまいたりとかしてるわけですから、まあ、いかにね、見る目がないかってことなんですよ。で、コインゲット全体を見てみますと、このようになってますね、ちょっと日本外薬もしときましょうか。えー、上場コインが14,649、えー、そして取引所の数が1,178で、えー、時価総額が328兆円ってことですね。 ままだまだ私の最低ライン370兆円には遠く至らないわけですけどもまあ今日は目立つコインが暗号 AI ロボっていうね、えー、もう知ってる人いないでしょランキングが300いくからね一気に上がってきたコインですねはいその他個別銘柄なんですけどビットコインが900万円になりそうだってこととイーサリアムが一進一退で40万に至らずってことそれからドミネーション見てみますねビットコインが53%イーサリアムが変わらず14%ってなってます で全体的に、えー、こうやってね、グラフの方は青いですから、価格が戻りつつあるのかなというところを暗示しますけども、リップル87円で90円まで一進一退戻らずっていうところですね、うん。体の方が55円いかずっていうところですね。まあ、その他、ほとんどのコインこうやって値上がってまして、えー、芝居のコインがね、0.00208円っていうことなんで、 うんまあ、一時期ね0.004円とかね派手に出てましたけどもそんな時代がいつ来るんでしょうかっていうことになりましたまあ柴犬はねあれですよねイーロン・マスクさんがまたネタとして取り扱ってくれたらなんとかなるかもしれませんけどもそうでない限りはまあ当たらない宝くじを持ってるようなもんですねはいじゃあ以上ですかお疲れ様です